して行っていただければ非常に構えがね、やはり見ていただければその構えがどういうふうなね威力になるかということを分かっていくと思います。ね、稽古を前にして、こういうふうに押さえる。で、やはりその当たった場合ですね、こう、こう、右前にね、構え、中段、ね、地面。お客様の安心、そして安全、をですね、まあ確保すべく、必要な対策は取っていくんですけども、まあ、その中でですね、関係、者ですね、例えば乗務員、それからアテンダント、警備員、そしてですね、警察官との連携、がですね、まあ大事だなということを改めて感じました。まあ、今後ですね、こういった関係者の連携をですね、より強化していくような取り組みを、まあ、していきたいなというふうに考えてございます。